で今回もです、ね「も」ですねももというタイトルで最後の言葉も「も」で終わってました、えー、お前さんたちの中にも「も、えー」これは何なのかということですよね皆さん気になるのは一体これは何なの言葉の途中なったのかお前さんたちの中にこの D の名前を持つ者たちへのメッセージ お前さんたちの中にもわ、えー、分かりませんうん分かりませんうんもう見当もつきません もお前たちの中にももっこりもっこりでいいんじゃないですかもっこりちんぽこお前たちの中にもっこりちんぽこがいるのかっていう,うんちょっとわかんないですもうまあどう考察していくべきかですよねこれに関してはね まあ、D の名を持つ者たちへ伝言なんでまあいうことです、ね、誰かからかの D の名前を持つ者たちへ届ける必要があるメッセージそしてこれが D の名前を持つ者たちに広まってしまうことが五老星が恐れている。 事実であるとただですねただですよこのおそらく D の名前を持つ者たちへ届けるこの伝言メッセージっていうのはおそらくロジャーの海賊団のメンバー全員知っているような気がするんですよ。 多分ラフテルに着いた時に全ての真実を知ってるって言ってるんで、D、その中に「D」の意味も書いてあったんですね「D」もって書いてあったんです。ってことはこのお前さんたちの中に「お前さんたちの中に」もの後の言葉をロジャーたちは知ったっていうことになると思うんですよね。でもそのことを世間に広めなかったとでも広まった方が良さそうじゃないですか。 だってここで五老舗本気で止めに行ってるんですよこの時に。じゃあなんでロジャーたちはこの D の名前を持つ者たちへこの真実を届けなかったのかっていう観点から考察してみるのもいいんじゃないのっていうことなんすは。だから。 うんまあ多分このメッセージを D の名前を持つ者たちに送り届けてしまうとおそらく形勢逆転じゃないですけどもそのレベルで知られちゃいけない知識だと思うんですわ僕は。でもそれを。 ロジャーたちは伝えなかったと。で D を D の D とは何かをラフテルについてロジャーは知りました。ってことはロジャー自身が何か動けばよかったんじゃないかって思うんだけどもまあいずれ誰かこのワンピースを見つけて、まあ、自分たちは早かったけども誰か 後々に見つけてくれるだろうと期待したっていうのはあると思うんです、うん、ね。で、現状ですよ現状すべてを知ったロジャーが何をしたかっていうのがこのワンピースの最大のヒントになっていると思うんです これはちょっと前も話しましたけど「ワンピースを見捨てた後のロジャーは何をしたかっていうと自ら処刑されに行って死ぬ直前に「ワンピースが存在するということを世界中に言い放ち人々を海へ駆り立てた大海賊時代の始まりそれを見ておでんたちは泣いた なんで泣いたか。すべての真実を知った上で。その行動をしたことに泣いたんでしょう。つまり、その行動っていうのは。世界を救うきっかけになる、とんでもない方法だったんじゃないかなっていうことなんですよ。で、僕今ずっと外枠の話してるんで。なんか、それっぽいこと喋ってますけど、ずっと真実に近づいてません。もう、投げやりです、僕は、これはもう。 はい、なんで人々を海へ駆り立てたことがこの「ワンピースの真実を知った上でやるべきことだと思ったのがロジャーだったんですよね。あさあそれが何なのかということですよ。はいナナシさんやっぱ僕もそう思いますロジャーはラフテルで見た事実をただ世界に伝えるだけじゃダメって判断したのかなっていうのはもう本当にその通りだと思います。 ロジャーが最後まあ世間に対して「いやー俺はもうラフテルに着いたそこで真実を知ったんだ実はこうだったんだ」って世界中に言えばいいんだけどもそれじゃダメだとそれじゃ人は動かないのかもしれないとすべてを知った上でやった行動それは人々を海へ駆り立てたこと。う あとはもうそうそです、ね、まあレイリーの喋りすぎだ言いすぎだっていうのも混れるとまあうんやっぱレイリーはやっぱ全部を急がず順番通り見ていって最終的にその人がどういう結論に至るかっていうのをうん言ってるんでもしかしたらですけども。 もしかしてだけどもしかしてだけど最終的にこの「ワンピースの世界が抱える問題っていうのは必ずしも一通りしかないものではないのかもしれないですよね解決法っていうのは。もしかしかてだけど ロジャーたちは早すぎたから、今後海に出てくれないと困ると判断した。そういうことだよね。多分ね。もうロジャーたち。まあ、ロジャー自身も士気がはまあ、近づいてたこともあって、誰かに託す必要があったんでしょうね。なんでロジャーは誰かに託す必要があったかっていうと、多分自分の生きている余命の中。ではその目的が達成できない。つまり早すぎたってことですよね。